今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。最近双葉組さんでは言葉がどんどん出るようになってきて、先生、川上先生って結構お話ししてくれる子が多いんですけども、朝、川上先生シャンプーしてあげるって言ってくれた人もいるんですね。で、本当って言っていくと一生懸命あとワシャ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 ってやってくれて、シャンプーまだ終わってないからもう少し待ってねって言って、ずっと頭をこうワシャワシャしてくれて、で、それ終わった、まだもう終わったかな、まだ泡増するって言っていっぱいシャンプーをしてくれました。で、すごい楽しく遊んでたんですけども、で、そのおやつ食べ終わった後で、また一緒に遊んでた時に食べ物、おままごとセットの食べ物を一生懸命私の頭に飾り付けをこうつけてくれる方なんですね。で、結構難しくて落ちちゃうことも多いと思うんですけども、あの、何でしたっけ、テープ、マジックテープのちょうど綺麗にこうつけることによってピタッてはまるんですね。で、もう午後は私の頭はこういろんな野菜がいっぱいくっついて綺麗なカチューシャ状態になって、なんかすごいなんか一生懸命楽しく遊んでいることを見てすごい楽しかったんですけども、なんか私もなんかやられてるところで、なんかその自分がこうやって綺麗にしてもらって写真撮ったのを思い浮かべながらすごい楽しいなと思えた一日でした。これで私のハッピーポイントを終わりにいたします。ありがとうございました。